そろそろ限界なの。何が私はいつまであなたに夢さんだなんて、下の名前で気安く呼ばれ続けなきゃいけないわけ僕も呼ばれてるんだが。自分が呼ぶのはまだマシなの。名字が同じだからしょうがないだろう。他にどう呼べとあるでしょふさわしいのが。どんなお姉ちゃん。 は私たちは兄弟なんだから、お姉ちゃんと呼ぶのが筋ってものでしょ待て待て待て。君が、姉さん僕の。馬鹿も休み休み言え。逆だろ僕が兄さんだ。君の。はぁ、あ。脳細胞がお休み中の議定に説明してあげるわ。とにかく兄は僕だ。はい、QED。解散開始さん。<laughs> 私が姉よあなたの妹とかおぞけが走るわこっちだって君の弟になるとかまっぴらごめんだ